青村上、ジャッジ青が10対9、青村上、以上延長判定3対0で青コーナー村上隆二選手の勝利です。左眼下底骨折が癒えていなかった村上は本調子を欠き、序盤は永井が優勢に試合を進めた。延長でなんとか勝利をものにしたものの、村上は右目にも負傷を負ってしまい2回戦を棄権。ルールに基づく敗者復活で永井が2回戦に駒を進めることとなった。